新潟ニュースのこぼれ話や裏話をお届けアディショナル J 新潟こんばんは UX アナウンサーの富山恵美ですさてこの配信は毎週月曜から金曜夕方6時15分から放送中のスーパー J 新潟で取り上げたニュースの中から放送では伝えきれなかったニュースの裏側や取材中のエピソードなどについて取材を担当した記者と一緒にお伝えしていきます 第二十六回のテーマはですね、ついにユネスコ世界文化遺産に登録された佐渡の金山についてです。担当は以前もこの話題で登場してくれました池田記者です。よろしくお願いします。お願いします、はい。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、本当おめでたいニュースですねこれはね <laughs>、はい。ありがとうございます。はい、ではまずは概要から振り返っていきたいと思います。はい、インドのニューデリーで開かれた世界遺産委員会で 全会一致で登録が決まった佐渡の金山最高などの機械化が進んだ時代に高度な手工業による最高と精錬技術を継続したアジアにおける他に類を見ない事例と評価されました佐渡市や新潟市のパブリックビューイング会場では決定の瞬間歓声の声が上がりましたお祝いムードに湧く佐渡金山には 翌日に早速観光客の姿がありました佐渡市は世界遺産に登録されることで島内の年間宿泊者数が32万人から38万人に増えると試算していて島内のホテルには来月分の予約がもうすでに埋まっているところもあるということです。ささあ池田さん池田んんはあの決定の瞬間 佐渡市のパブリックビューイング会場にいましたけれどもどんな盛り上がりだったんでしょうかなんかインドからの映像が流れてたんですけどなんか結構外国なので決定ですみたいなのが分かんなくてでも皆さんはちゃんと盛り上がったんですけどわっとけど私はあんまりいつみたいなピンとこなくってことですいやなんか英語だし音もんかそうそうんかあんまり。 こうなんか決定ですみたいな感じじゃなくて、はい、木槌をポンみたいな感じであんまり分かんなかったんですけど <laughs>、はい、まあでもどうにか、あのーうん、私は歓声が上がったんで直前にカメラ回して「はい、あの決まりました」みたいなリポートをつけてました皆さんはちゃんと気づいて<あ>佐渡市の皆さんは大盛り上がりだったんですけど、はい、やっぱりここに28年の思いが詰まってるなっていう,う、ね。うん のすごいひしひしと感じて歴史的瞬間に立ち会えたなっていう気持ちになりました。いや本当ですよね。はい、なかなかその瞬間に、ね、市民の方と一緒に喜び分かち合えるってないですもんね。そうですね。佐渡市の、うん、あの私が行った会場パブリックビューイングの会場二百人くらい。ああ二百人。はい。はい、集まっててでまあ一般の方もいましたし結構県外からちょうど旅行できてっていう <laughs> あのパブリックビューイング会場にいるんですってこ方結構。 いいらっししゃまたそういう方たちは登録されるかなって見越してきたっていうよりもいや皆さんたまたまたたまま偶然重なって何か調べたら今日そうらしいねみたいなことでじゃあ会場で見ようかみたいな方が結構合わせてきたっていう方は私は発見できませんでしたそうなんですでも逆に佐渡ってやっぱりこのシーズンには観光客めちゃくちゃいるんだなってすごい思いました逆に。 はい、夏場はね、いいそうなんですね、人が行ってありますもんね。ねねはい。ちなみにその発表前と発表後で比べると、うん、やっぱり発表前っていうのは皆さんこうちょっと緊張してるじゃないですけど、そそういうこう緊張の瞬間みたいな空気はあったんですか。うん、そうですね。なんか関係者の方にもインタビューしたんですけど、うん、結構まあもうさすがに登録、うん、もう嬉しい報告しかみたいな、あんまネガティブな 気持ちはないとは言いつつ、はい、やっぱりみんなあのインドからの配信が届く前と後ではこう雰囲気違くって、はい、インドから配信届いたら画面に映ってたんですけど、はい、もう皆さんもう一点、うん、もうずっと見つめてシーンっていう感じでなんか動く人もあんまりいなくってやっぱりなんか決まる決まるとは思っているけれど、うん、やっぱり皆さん緊張してこう,、うん、こうドキドキしながら見守るんだなっていう。 中にあの涙流されてる方もいらっしゃいましたもんね、うん、本当にだからこう私たちが思う以上に地元の悲願ってそういうところにこう詰まってるんだなって思いましたねやっぱり活動されてて亡くなった方っていうのもたくさんいらっしゃるしそう思うとやっぱり本当に登録されてよかったなっていうもう新潟の宝ですし地域の宝ですしそれがまた あの関係者のことも言ってましたけど世界の宝になったということで本当によかったたなと思いいましはあの会場で関係者の方も多く見守ってたと思うんですけれども決まった後こうどんな声が聞かかれましたかねはいあの佐,佐渡を世界遺産にする会の会長の中野さんは終わったあとに28年間いろいろあったけどもうそれは全部忘れましたとこの登録の喜びで。っておっしゃってて。はい、あの これからがスタートもうこの先に目を向けてるしやっぱりこう28年間の思いってすごい大きいと思うんですけどそこもう忘れてもう次にいこうってところがなんかなおさらその佐渡金山への思いが強かったんだなっていうもうこれから守っていかなきゃいけないんだなっていう強い思い思を感じましたただあの本当にこの世界遺産登録は28年越しの悲願ということで、うん、もうね 皆さん嬉しかったと思うんですけれどもこの登録までにはやはりいろいろな困難もありましたよね、はいはい、6月にはユネスコの諮問機関からあの4段階の評価のうち、うん、上から2番目にあたる情報紹介という評価を 受けるなど、まあ、直前まででそうですね、はい、少しねいろいろありましたけれども、はい、それを乗り越えて今回登録にいったこう要因というか背景というのはどんなものがあったんでしょうか。はい、あの県の担当者の方に聞いてみたんですけどユネスコの諮問機関からあの、えっと、評価を受けたのが勧告があったのが6月の上旬で、うんえっと、世界遺産委員会が7月の下旬。 って考えた時に全然時間がないんでですよね、はい、で今回の勧告の内容はあのイコムスから諮問機関からの勧告の内容は3つ「ここをちょっと」っていうのがあって、うんはい、あのもう採掘しませんよとか、うん、3つ内容があったんですけど、うん、県の方に言わせると、まあ、その3つがまあ、あの対応できる範囲だったその期間で対応できる範囲だったのであのその3つを こう世界遺産委員会ままででに対応することとができましたという、はい、だから、あのー、誰も経験したことないことなので特に県内の人は、うん、どんな勧告が来るか全く分かんないんですけど、うん、ただ、あのー、もうこの期間じゃどうしても対応できないよねみたいな勧告の内容だと、はい、もしかしたらっていうのはねあの想定はできますけど今回は、うん、あの3つとも対応できたと。 中旬くらいにですかね、はい、あの県の方では3つの変更について対応を終えて、えっと、世界遺産委員会にそのまま行くことができたという、うん、そこが、まあ、あの逆転とまで言わないですけど、うんはい、大きかったかなと。うん、で、まあ、3つの内容はもう採掘金山でしませんよっていうのと緩衝、はいえっと、地帯を広げてくださいっていうのとう、ねえっと、あともう一つが北沢地区を 範囲から外してくださいっていう3つだったんですけども登録するにあたっての内容の部分だったっていうか、うん、何か金山の何かのなんですよ根本を指摘されたわけじゃないというかあ<ー>なので条件を変えよううっていもうちょっとここ明確にしようね、うん、みたいな勧告だったのでそこがちょっと逆転で、うん、逆転というか、まあ、当初難しい かもっていうふうに話が出たんだけどうん、うん、そこがうまくいった要因なのかなと思いました。こう短い期間で、うん、その3つの指摘された部分っていうのをうまくま解決したというか、うん、対応でできたってこといこすねやはりそういった直前まであの心配事もありましたし。 まあ今回その佐渡金山の登録をめぐってはね、日本だけではなくて韓国側からの意見というのもありましたのでそこも少し不安要素ではありましたよね。そうですね。うん、もうあの登録の前後でまあちょっとその、そんなに韓国のえっと登録の付近では韓国の方からまあ反対だ反対だみたいな意見はあのちょっと収まりつつあったのは事実なんですけどただ、あの 世界遺産委員会が開かれる前にも直前にもやっぱりあの韓国の同意を得たいということで政府があの両政府があの交渉というか協議をしていたようであのこれ世界遺産委員会って基本全会一致が基本なんですよなので韓国だけでも同意をもらえないっていうのはその関連から外れてしまうのでそこであの弾かれるわけじゃないんですけどやっぱりあのここは政府同士の交渉で。 あの全体の歴史についてしっかりとやるよという、まあ、お互いのいい意味でどっちか我慢したとか、うん、どっちか譲ったというよりはあのしっかり同意を取れたというのはすごく、うん、これからの金山のこう歴史にとっても良かったんじゃないかなと思いまあの前回池田さんとこの「アディショナル J2 型」でお伝えしましたけれども今回の,その登録に 当たって、まあ分散型ホテルができたりだとか、うんはい、周遊バス、また通訳さんをね、こう増やすなどのいろいろこう準備、うんはい、島内での準備っていうのも進んでったと思うんですけれども、それはこの一ヶ月でより加速したんですかね？そうですね。と、うん、前回お伝えした時には、はい、あの VTR の映像的には、あのバスはあの相川の周辺を無料で回ってるバスありますよ、はい、っていうお話だったんですけど、あの 無事、えっと、両津から愛川の,の周辺をつなぐこれ有料なんですけど、うん、そのバスもこの度あの走るようになりました、うん、なので両津からちょっと愛川って結構車で40分とかあってそれどうするのって話もあったんですけど、はい、そこもまあ有料なんですけどバスに乗って愛川地区まで行くでそこまで行って周遊バス乗れるっていう一応こうパッケージというか、うんはい、これ期間限定なのであのライナーバスの方はですね、うん、年中走ってるわけじゃないんですけどもあ 8月の末までしか走ってないんですけど佐渡といえばやっぱり夏が強いのでそこでメインにオーバーツーリズムも避けられるし観光客さん車なくても移動しやすくなっているていうところですかね。あと分散型ホテルはこの前オープンしました、7月に。そうですね。 予約状況順調だというふうに聞いてます。す,すごいあの私も佐渡行ってあんまり寄る時間なかったんですけどちらちら見たら花とか置いてあってすごい綺麗にホテルここいいなと思って。あの雰囲気が素敵ですよね。はい、はい、そうなんですよ、うん。すごいなんか情緒あふれるというか。そうそうだったんです。<ー>はい。実際にその観光客の方にお話聞いたりってできたんですかこの間の取材の時。あそうですね。と、うん、観光客の方にはあのそこまでその 大体皆さん今車移動なので前もそうだったんですけどあの結構聞いてもそんなに交通には困ってないというか今はもう車で行かないとちょっと動けないなって思ってる方が多いので結構車で来る人とかバスで来る人多くてただやっぱりあの関係者の人はその車で来るにしても例えば金山はちょっと山だから駐車場足りないよねとかあのホテルの関係者の方も二次交通はやっぱりバスがあっても。 どれだけお客さん来るかわからないので来た時にちょっとどうかなっていう心配はやっぱりされてましたね。<ー>はい。しかも今の現状よりももっともっとこう多くの方がいらっしゃるってなった場合その時にどう対応するのかっていうのが今後の課題かなとも思うんですけれどもそうですね。うん、やっぱりまずあの先ほど言った二次交通のお話、はい、これは。 あの絶対解決しなきゃいけない問題かなと、まあ、それに対してバスとか、まあ、手は打たれてるんですけど、まあ、あとどれくらい観光客が増えるかですね,うですねは,いはうん、VTR でもこの前少し紹介しましたけどやっぱり夏と冬で観光客の差がものすごいんですよね<ー>佐,佐渡っていうのは。数うんはい、で8月が一番多くってこれ8万4千人くらい1か月で。あ 来島者がそうなんですね。すごい数ですよね。はい、夏休みにぴったり合わさって、はい、佐渡って離島なので、やっぱり夏休みくらい長い休暇でやっぱ行く人多いんじゃないですかね。ご家族でもはい、はい、なんですけど、もう2月とかになっちゃうとあの1万2千人くらい、うん、両方去年の数字なんですけどかなり減っちゃうかなり減ってしまうんですよ。でこれやっぱりあの一番上で準備しないと一番上の数の 人たちちが泊まれれるよううにしなないいとやっぱりゃうじゃじですか、うんはい、で私も今回あの取材で佐渡に行く時に1週間ちょっと前くらいに予約しなきゃと思ってホテル探したんですけど、うんはい、もう結構全然なくってホテルが。金山、ね、の,の,の登録の関係で例えばいろんな、ね、関係者の人とか集まってたとかもあるのかもしれないんですけど、はい、うんと結構宿泊施設は充実してるって聞いてたんですけどちょっと。 予約は大変で,でネットではちょっと厳しくてあの電話をしてですねあのホテルさんに。で,あであ空いてますよみたいなところを言ってくださったところがあって、はい、泊まったんですけどちょっとだから、まあ、その、ね、年中コンスタントにお客さんがいて、うん、計算ができれば宿泊もこういろんなことうまくいくのかなという気もするんですけど。はい、まだ読めない そう夏に比べると島内に訪れる方が冬はかなり減ってしまうということですけれども、うん、それをこう解決する、ま、策というかそういうういのはもうあるんですかねうーんあの佐渡市の方に聞いたんですけれども、うんはい、やっぱりあの佐渡ってなかなかフェリーで行ったりするのでちょっと冬行きづらいよねとか結婚になっちゃうよねみたいなイメージがちょっとある。はい、これを そんんななにたくさ結婚するわけじゃいいよっていうことを日本海ですからね、はい、そういうイメージあるんですけどということをちゃんとイメージ発信していくこと、はい、あとはあの冬も夏のイメージある佐渡ですけど、うん、あの冬も寒ブリとか、はい、ズワイガニとかおいし本当に豊富な食,食資源たくさんあるので、まあ、海鮮目当てに行く人もいるじゃないですかです、ね、目当てというかあれ食べたいなって新鮮なの食べたいな、はい、あの佐渡の,あの島で。はい っていうのを考えた時に、冬の資源もあるんだよっていうことをちゃんとアピールしたいっていうふうにおっしゃってました。だけど、なかなかイメージ発信って難しいし。まあ、これからこう、どんどん世界遺産になって、どういうふうに人が増えるとか、こう、どんなことにニーズがあるとか、いろいろ分かってくるかもしれないので、その中でこう、なんか見つけていけたらいいかなと思いますね。 であの何個も何個もあれ申し訳ないんですけど一番は最後に一番言って申し訳ないんですけど、えっと、飲食店が、はい、結構ななないででですすすそうんかったですなんかそのちょうど佐渡の登録のニュースいろいろ見てた時に一、はい、つのお店に結構集中してうもう昼まで食材が全部なくなってしまったので早期に店閉めましたっていうお店とかもあって。うんそうなんか特に あの佐渡いろんなところあるんで両津とかお店のあるところ確かにあるんですけどやっぱ佐渡のその金山のお膝元の相川にあまりなくってやっぱり住民の皆さんが普通に住んでる観光地化があの十分まあいい意味であのなってないところなのであの案内施設とかはもう今あるんですけどなんかこう飲食店結構なくって私たち相川で食べようと思ったんですけどちょっと食べられなくって。 あの夕ご飯が、うん、ちょっと離れて食べに行ったりとかだからあのお客さんは多分増えるのは間違いないと思うのでちょっとそういうところも含めて、うん、も,うもうちょっとこう相乗効果で、はい、いいいいいこことととととが起こるる増えたたりとかするといいかなと思いまし交通の利便性だけではなくて食事をする場所だったりとか、うん、それこそ宿泊できる数っていうのも今後の 課題になっていくわけです、ね、そうですね、はい、だから先ほど池田さんも話してましたけれども、本当に先人の思いが受け継がれてきて、うん、いろんな人の願いが叶った今回の佐渡の世界遺産の登録だと思うので、はい、本当にこれをまた新しい歴史のスタートとして、そうですね、はい、佐渡だけじゃなくて、新潟県内が活気づくといいなと思います、ね、そうですね、うん、もう、はい、あの初めての、県内初めてですし。はい これからがスタートだと皆さんおっしゃってましたので私も夢持っていきたいと思います大、はい、楽ですさて、ここまでお送りしてきましたアディショナル J2 型今週はこの辺で失礼します今日話したニュースの VTR も配信しておりますので合わせてご覧くださいまたこの動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたしますそれでは皆さん、良い週末をお過ごしください おめでとうございます。<laughs> <laughs>